フランス国鉄 BB27000 系電気機関車とは、フランス国鉄が所有する電気機関車である。本校では、ほぼ同一の仕様で製造された、SNCF 所属の BB27300 系電気機関車、BB37000 系電気機関車及び、ベオリアトランスポール所属の E37500 系電気機関車についても記述する。 アルストムトランスポールが開発したセミオーダーメイドタイプの電気機関車シリーズプリマを初めて採用した機関車である。外用フランス国内走行用として直流線5 0 0 v と交流 25000V の2電源に対応する機関車である。2002年から2005年にかけて貨物用として BB27000 型が180両2006年から2010年に かけて、旅客用として、BB27300 型が67両、落成した。車体外観 BB27000 型は緑色、BB27300 型は青色を基調とした、塗装である。BB27000 型にはフランス語で貨物を表す、フレットのロゴが入る。運転、走行機器旅客用の BB27300 型は、 推進運転時に運転台を装備する客車から非制御される。概要老朽化した BB2200 型を置き換えるために BB27000 型をベースに2004年から60両が製造された。BB27000 系の対応電源に加えて、交流 25000V16 に 3Hz にも対応し、ドイツ鉄道の区間を走行することが可能である。 車体外観 BB27000 型と全く同じ色と形である。ベオリア E37500 型は白色と赤色で構成されており、側面に車名が入る。運転、走行機器2006年10月、BB37000 系の7号機である BB37007 は、フランスルクセンブルク国境付近で貨物列車を牽引中に、 ルクセンブルク国鉄の列車との正面衝突事故を起こして廃車になった。ありがとうございます。